はい、届きましたよ。JBL のですね、3D スペーシオ、3D スペーシアス。こんな英語も読めないのに買っちゃいました。上にもスピーカーがある、下にもスピーカーがあるというようなサウンドバーです。でも今日は開封動画はいたしません。他に頼んであるパーツが届いてから皆さんに開封動画を紹介したいと思います。はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はスタジオワン 6.5 から搭載しましたドルビーアトモスの実際のパンニングについてお話をしていきたいと思います。ここに来るまでのセッティングとかそういうのがわからない、そういう方は僕の方で再生リストを作ってアトモス専用に今までで4本の動画をアップしています。そこらももう一度見直してこの動画を見てくれるとより理解が深まると思います。実際パンニングをするという時にまず空間オブジェクトパンナー今画面に出ている方を使うのかもしくはここでサラウンドパンナーを使うのかこれはご自分でいい方を使ってくれたらいいんですけれどもアトモスの空間を正確にエミュレーションするにはここは右クリックをして空間オブジェクトパンナーこのように四角いパンが出るように設定をしてやるとより空間的な表現ができると思います。そうしましてマウスでこれをこうやって動くとあ左の方から来たなそしてこちらの方に回ると後ろの方から聞こえるようなそういうのは分かっていると思うんですがでも曲でそのように左へ行ったり右へ行ったりするのはどうしたらいいかこれをお話ししていきたいと思います。まずこれをセンターにします。そしてこの広がり感をここで調整することができます。もっと広がったようにやりたいのかスポットを当てたいのかここで選択できます。今緑色のトラックこれはメロディーを奏でているピアノですのでこれをやるんであればちょっと狭めがいいかもわかりません。そこらは自分のイメージでやってください。そうしましてここからオートメーションを書かないと自分がマウスで動かして聞いて楽しむだけではレンダリングをしてそして皆さんに音楽を提供することはできませんよね。そのオートメーションを書くのは左上のところをライト通常のオートメーションと同じですよね。このようにして書き込みというのをすればいいようになっています。ちょっとやってみましょう。じゃあ再生をします。もうじきメロディーが始まります。途中でやめましたけれども、こんな風にパンニングをします。そしてこれをリードモードにする
ということです。そうしますと、ここにオートメーションが書かれます。ちょっと下のミキサーを消しておきますね。一番上の緑のトラック、ここを今やったわけです。じゃあ、オートメーションモードに変えます。すると、このように動いているのがわかりますが、今見ているのはですね、パンの X です。左右に振ったデータだけですけれども、これではわかりません。ですから、これを展開します。このトラックは X で、ここが Y というふうになっています。今回、高さは設定しませんでしたので、高さは一番高いところになったままです。もちろんこれは通常のオートメーションと同じですので、この赤の高さをこうやって変更したりすることもできるようになっています。ここらをポイントで切り替えていくというのもあるでしょう。例えば上からどんどん下に下がってくるというようなエレベーションになっているわけです。これを再生しますと、これがだんだん下がってくるようになります。このように一つのマウスでは二つのことはできないので、切り替えてやるというふうになることでしょう。これを一発でやりたいというような希望も出てくると思います。それは皆さんの場合はできないですが、僕の場合はできてしまいます。どういうことでしょうか。この今皆さんに映っている画面というのはタッチモニターになっています。タッチモニターならこれを一発でやることができます。じゃあちょっとこのメロディーが入る前、イントロの後半ですね。ここからライトモードでもう一度書き直しをします。どんな風に僕がやってるかというと、今パソコンの画面じゃなくてカメラに変えました。僕の指がこういう風にあって、指は2本使えますので、これで2つのこのポイントを動かすことができます。こういうことですね。じゃあ再生をします。すると XYZ の座標を一気に書き込むこともできるようになっています。まあこちらはマウスで動かす、はい、これ今マウスで動かしています。そして高さだけを指を使う、こういうことですね。こんなこともできなくもありません。でもなかなか器用に動かすことはできないので、高さだけはやはりオートメーションラインを自分で書くというふうにするのが実践的にはいいと思いますし、音像があまり上へ下へ行くことが本当にいいかというのは分かりませんが、今日僕が皆さんにお伝えしたかったのは、この
左の角で簡単にオートメーションが書けますよということをお話ししたかったわけです。そして書いた後はこのようにリードモードにしてください。じゃあもう一度 A メロのところから再生をしたいと思います。はい、このようになっていますが、今は僕はバイノーラルで再生をしているわけです。なぜそうなのかというと、ここではオーディオインターフェースがアジオでしか出力ができません。Mac の人はここが多分ヘッドホンで聞きながらもっともっと立体音響ができると思います。でもちょっとこのデータをA メロから B メロまでこれぐらいでいいでしょう。このループのところだけを書き出しをしたいと思います。書き出しするのはソングメニューから空間オーディオをエクスポート、このようにするわけです。そしてバイノーラルはいりません。 7.14 だけを出力したいと思います。名前はわかりやすく、とこんな風にしておきたいと思います。そしてループ間、こうして出力をします。しばしお待ちください。アトモス用のレンダリングだからといって、すごく時間がかかるわけではありません。書き出しが終了しましたら、このようにファイルエクスプローラーが自動的に開きます。ここに AAAA7.14WAV というのが出来上がっています。これをドルビーアクセスなどをインストールしたプレイヤーで演奏すれば、先ほど皆さんに DAW 上で聞いていただいた以上にパンの定位がものすごく変わると思います。YouTube で皆さんがそういう環境でなくっても、まずは左右だけでも立体感が先ほど以上のクオリティになると思います。では、これを立ち上げます。はい、こんな風にこちらのオーディオインターフェースに立体音響という項目がありますが、そこでドルビーアトモス for ヘッドホーンズ、これを選択してあるからこのように立体的に聞こえるわけです。今日はドルビーアトモスが作れるとは言うけれども、どんな風にパンニングを記憶させるのか、パンナーの左角、ここでですね、オートメーションをこのようにセッティングするということ、たったこれだけのことでパンニングを記憶できますので、一つ一つのチャンネルを自分の思った設計でパンニングを変えていく。特に iPad とかを持っている方は、僕が今画面タッチでやったように iPad を持っていたら指でグリグリ動かすことができますので、ぜひとも iPad を持っている方は最新の
スタジオワンのリモートというのにアップデートをしてやってみてください。とっても楽しくパンニングができると思います。今日はご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした。